全部地面に埋まってるんですよ。じゃあ入りましょうか。入ります。ここだけ入れますね。はい、じゃあいってらっしゃいませ。こちらへどうぞ、うん、ちょっとご足労お願いしますが、こちらへどうぞ。少しあの嫌いです。あの登らずに、うん、ここを攻めてるんで、うん、奥にあのマイカー止めてあります。でピカピカでしょ、うん、新車なんですよ。かっこいいですよ。これが光りますよ。こちら、もう一回料金の確認をお願いしたいんですけども、うんうん、30分で、うん、お二人様料金が9000円、はい、皆様合わせて18000円で、はいはい、であのキャッシュレス対応してますんで、はい、ビザマスターペイペイなんでも OK です、はいはい、あ、じゃあ来ましたね。じゃあお待たせしました。よいしょ。23歳のフレッシュボーイなんで、あ、ここに、あのお付けします。30分1年で、はい、あ、じゃあ参りましょうか。私が1号車になります。1号車行きますか。はい、それかお客さんまだです。じゃあ先にあの出資だけご協力お願いします。アレルギー等ございませんか。はい、じゃあ失礼します。早速乗っちゃいましょうか。はい、じゃあ、あ、じゃあお兄さんからお足元を気をつけて、はい、物の低い方からまたいでもらって、はいはいはい、そうですね、ゆっくりお上がりください。どうぞ、ね、はい、 OK です。どうぞゆっくりお上がりください。お兄さんもゆっくりお上がりくださいね。よかった。シートベルトを指定いたします。そうするとですね。すみません。カバンはふくらはぎの裏にお膝掛けしておきますね。はい。ちょっと高貴な感じが出るので。横の隙間にこれを指定します。入れておきますので。はい、ちょっとスペース作っていただいてもよろしいですか。ちょっとスカッとします。え？安全運転で参りますので、はい、これで準備完了ですね。皆さんの集合写真撮ってきます。せっかくなんで、はい、出発前の後ろにはひっくり返らないので、では入ります。ここだけ入れますね。はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。大変お待たせいたしました。いえいえ、できれば参りました。失礼します。よいしょ。ではでは、あ、申し遅れました、影山がご案内します、うん、お願いします。じゃあゆっくり持ち上げます。後ろ側もね、窓越しに見えますんで、これが手ぶれがすぎる。すごいな。早速ね、あの坂道も登ってきますんで。はい、おー、すごい。さあ、いかがでしょうか、乗り心地。いや面白いですね。なかなか違う。すごい、この坂道。普段とは全然違う目線で、京都を楽しんでいただけるんで。そうですね。楽ちん。大変だから。二人、大人二人大変だ。坂
坂道多いんですよ。うんうんうん。ですよね。坂だらけなんで、この土地の名前が八坂と言われてます。そう、八つの坂、八坂神社の八坂ですね。もうね、八つどころちゃうやろと。もっとあれやんって思うんだから、いつも引っ張ってますね。うんうん、ジミカもね、シャーなんで、うんうん、シャーはい、すごいね、今日、人すごいですですよね、もう昨日が大雨で、うんうん、人全然いなかったんですけども、うんうん、溢れてきましたラッキーでしたね、今日は雨が降らなくて、うんうんうん、昨日大変でしたね。自分の中の部活ですよ。あ、昨日も走ったんですね。はい、今日はさ、すごいこう混んでますかね。そうですね。もうお祭り騒ぎです。なるほどなるほど、ね。ありがたいことです、うんうんうん、で。昨日からいらしてますか。昨日から来てて、はい、雨の中いろいろぐるぐる回って結構濡れました。どこ行かれたんですか、雨の中。どこ行ったっけ。駅前のなんお寺でかいお寺なんでしたっけ。東本願寺。あ、そう、本願寺の東と西間行って、そう、両方歩いて行って、はい、でちょうどホテル着いたら雨止んだって感じでしたね。あ、なんか、うん、ラッキーなんかヤッキーなのかわかんないですけど、東本願寺もね、すごいお寺です。西本願寺はもう世界遺産ですからね。大きかったですね。誰もいなくて、ほぼ貸し切りでしたね。あ、なるほどか。うん、いいお寺ですね。すごい、こういうところで、レンタル着物が、そうですね、はい、今度来るとき、来てもいいかもしれない。ぜひぜひですよね、来ての、来て乗ったら、こう、気分が上がるかもしれない。貴族です。貴族ですよね。そうですね。中に50代ぐらい収納してます。収容なんですか。結構小さいこれ右側にしますけど。はい。いいな。坂道で止まるのね。うん、テクニックいるんですよ。ですよね。そうなんです。はい。1台大体ね、何キロぐらいあると思いますか。150キロぐらい。あ、結構いい線行ってます。80キロあります。およそ20キロ。ここから、少し東南で行きます。はい。はい。間取りがそうなってますね。間取りがね、結構細長いんじゃないですか。今はそんな法律ないんですけどね。あ、そうですよね、今ね。それでは右手を組んだ、右手をご覧いただきますと、はい、ドーンと。あ、すごい。あ、すごい。大迫力ですね。体のアングル。すごい。八坂の塔というので、宝冠寺というお寺の御神の塔です。建てられたのが聖徳太子様、1400年以上前ですね。その1400年間のあれで3回転目にして覚えてます。
すごいなんか人がいなくなったこの気持ちいいですね。注目を浴びてますね。ちょっと、会話をサスペンスみたいな。昼側みたいなお願いします。ベビーカーで寝る気持ちわかる。うん、確かに。ちょっと思い出しますよね。うんうんうん。あ、そうね、こんな母ちゃんだとね。あ、ちょっといろいろと、はい、せっかくなので、あの、はい、記念残しとかなと思いまして。あ、そうですね、うん、動画の需要高いですし、ね、あ、うんうんうん、そうですよね、いろいろと、うん、編集もお好きなんですか。あ、結構やってたりしますね、うん、面白いですね。面白いですよ、簡単に iPhone 一つできますしね。そうなんですよね、うん、YouTube に上げたりは、うん、あ、するかもしれないですね、はい、期待してます。あ、本当ですか。回ったらありがとうございます。ありがとうございます。あの、うん、僕も何回かあの YouTube 出させてもらってて。あ、そうなんですか。はい、あの、YouTuber さんに載ってもらってます。うん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 、有名な方とかいらっしゃいました。なんか若い子の間では有名な、へぇ、パパラピーズっていう、へぇ、YouTuber 部下、へぇ、だってかっこいいですもんね。かっこいいですもんね。やめてくださいよ。もうハンドルが乱れますよ。だけじゃないですね。あ、もうゴディバもびっくりの、うんうんうん、あれ、うんで、うんうん、王子様やお姫様が食べてるチョコレートです。この辺りも、はい、街並みが京都らしくなってきましたね。うん、外観が京都地区なんですよ。この瓦の屋根が使われていたりですとか、うん、土壁です、うん、しかもね、マンションなんですけど、うんうん、見た目かっこいいですよね。この景観保護条例っていうルールがございますので、派手な色使いダメなんで、うんうん、こんな感じで駐車場も色暗いですよね、うんうん、結構有名な話ですね、こうコンビニの色が、うんうん、あ、すごい。奥の方に出てくるのが、うんうん、八坂神社ですね、うん、祇園の、ね、あのトップの神社ですけども、うん、こ
八坂神社は佐野の御事という神様が祀られてます。佐野は日本で一番強い神様だと言われています。目の前の鳥が昔ヤマタオロチという蛇の怪物がいたんですけども、ね、あのよく聞きますよね、名前は、うんうんうん、首が8本ある蛇の姿をしています。これを、ね、倒した伝説のヒーローです。おぎり仲間もたくさんよく誤解されがちなんですけど、うん、こっちがね、正面玄関なんです。市場通り沿いにある方は、うん、人多いんですけど、うん、神社って正門に鳥居が立つもんなんで、うん、で奥の方に行くと本殿があります、うん。この赤い壁の建物、うん、中村堂という料亭さんなんですが、うん、多分これ神社の中にあるんですか、うんうん、そうなんです。坂本龍馬が一番最後に食事をした場所と言われます。もうここ大好きだったみたいで、うん、しょっちゅう来てたんですよ、うん、天角豆腐が有名なんですけど、うん、すぐでパクパクやったらなんかうまいって、うん、金ないからつけといてって言って毎回つけてお食事をしていました。で最後の晩もここでご飯食べて、大将いつものように、うん、龍馬お前もいつか払えよって言いながらお別れしたら、最後その後暗殺されました、うん、一番の被害者はお店ですねでそんなね、ちょっとね、うん、歴史も深い料亭さんになってます、うん、何百年も前からあります、うん、さあ、この長い坂もゴリゴリ登っていきます、うん。美味しいものは召し上がりました。いやまだこれからですね。昨日うどんと焼肉を食べて、あとは次はどうしようかなってところですね。両方とも京都っぽいやっぱりお出汁が、ね、うんうん、京都は、ね、自慢ですから、うんうんうん、まあ、うどんも美味しいですし、うん、あと焼肉っておっしゃいましたが、うんうん、意外と京都って、うん、お肉の消費量ナンバーワンなんです。多いですね、焼肉屋さん、うん、お気づきでした、うん、そうなんです。焼肉屋さんもいいし、うん、ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼き、うんうん、この辺りもとても多いですよね、うんうん、はいめちゃめちゃ肉食です京都人あんまりイメージはない。1日5食ぐらい食べないとこの仕事ができないんじゃないですか本当にまだ楽な季節なんですけど、うんうん、夏になるともう1日5、6リットルぐらい飲むんで、うんうん、であの2日で1キロ落ちます、うん、そうなんです、うん、食べても食べても太らないんで、うんうん、ここは羨ましがらないそうめん、うん、ちょっとおしゃれな、ちょっとメルヘンな焼き方が見えてきます、うんうん、こちら名前を長楽館と言います。これたったのね、113年前、明治時代の昔の大富豪のお家なんですよ、うん、村井吉兵衛さんっていう方の、うん、この村井さん、日本人で初めてあるものを作って売ったところ、うん、ボロ儲けして、うん、で、ウハウハでこれをドーンと建てました、うん、そのあるものとは一体何でしょう。なんでしょうね何でしょう今でもコンビニで買えちゃうものですね、へえ、チョコレート？それだいぶ明治に引っ張られてる。チョコが一番好きなのでチョコレートしか。もうベルギーのね、チョコレート屋さんも絶対行ってほしいんですが、カステラとかですか？チャイですね、うん、でもその時代でしたよね、確か、うん、でもね、もうちょっと体に悪いもんですね砂糖とか砂糖関係ないです
体はコーヒーじゃない。あ、僕やめます。コーヒー？コーヒー。じゃないかな。でもなんかなん違う。なんか違う。飲み物でも食べ物でもないです。あ、体に悪いもの。何でしょう。食べ物じゃない。正解は、タバコでした。紙巻きタバコを日本人で初めて作って売った人です。そうなんだ。もうボロ儲けしまして。へ、あ、それまではキセル出すもんね。カーンって。そう、あ、そうなんです、うん、キセルだったんですけども、うん、明治に入って、うん、海外との貿易が盛んになって、うんうんうん、アメリカでその紙巻きタバコは流行っていたんで、うんうん、あ、じゃあこれ日本で売ったらボロ儲けだねということで、うん、工場をたくさん作りまして、でも 1台でボロ儲けした。伊藤博文さんも泊まってるんですよ。うん、総理大臣の伊藤博文さんが来て、よかったねって、うんうん、知りたいから名前つけてあげるって言って超楽観という名前がついたと。何のここに別荘を選んだかっていうと、今は、うん、カフェ、レストラン、バー、ウェディング、ホテルやっております。僕がそれから入り口になってます。はい、山の上にカーが流れて、その上で床が流れそうなんです。テレビでやるよね。そう、あそこでさ、とか。すごい。久しぶりです。それで量を取ると。そうです、そうです。湿気が一番嫌なんでね、キャンプ。湿気が。あ、坪庭の話？川床のカードコマ、あ、はい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 、ね、夏またお越しください。気温40度、湿度 80%、 もうサウナです。そこは走るんだね。走ります。電気は台風でも走れますから、うん、上の人がゴーを言ったら、うん、我々は走ります。そんなブラックな企業じゃないんだ、ご安心ください。カッパ来て走るんだね。カッパ来て走るんですからね、うん、こちら目の前に見えるのが丸山公園です。135年の歴史があります。来るも明治時代からの公園で、日本で2番目に古い公園と言われています。一番古いのは東京の上野公園、と言われます。こちらこの公園有名なのが桜で、あの700本以上の桜が見られています。春は満開の桜がお出迎え。特に真ん中に植わってる大きなしだれ桜がありまして、それが、まあ、日本しだれ桜といって、よくあの満開になったらニュースで報道されるような場所ですね。結構関東、関西一円だったらどこでも、で今はこのモミジが、ね、とっても綺麗なんですよ。モミジ赤いイメージが強いと思いますが、この新緑のつきたての緑、生まれたての緑、今しかこの明るい緑色は味わえない。この新緑には早いかなと思ったけど、そんなことないね。もうなんならもう稲がピークですね。うん、もうあと1ヶ月すると緑が濃くなっちゃうので、うん、濃くなると光のグラデーションがなくなっちゃうんですよ。この色じゃないんだね。そうなんです。そうなんです。そうなんです。着いたらやっぱり色の移ろいが一番分かりやすいんで、うん、そうですね。ちょっとだけ上登ってでも、はい、また京都の佐野さんにやっていきます。少しこの緑を味わってもらえながら、うんうん、はい、雪ない寒さはちょっと答えますね。雪降らないんですか。福島の、でこの道沿いも大体もみじなので、もう秋はね、真っ赤なトンネルになります。おひぃ、ありがとうございます。森林浴を味わっていただきながら、うんうん、ここは
オープンカーで行きましょうか。うんうんうん、ゆっくり下ろします。後ろにもたれかかってください。じゃあ上に開けます。肘肩当たらないように失礼します。なるほど。その一面緑でございます、うん。桜の季節はここ満開の桜が中央に並んでて、紅葉になるとここは赤いトンネルになる。ちなみにこのモミジは京都でよく見られる品種でイロハモミジと言います。葉っぱが小ぶりなのが特徴です。小さくて可愛らしいんですよね。で、ピンク色でピュッピュッって出てるあの部分ありますよね、うん、これね、モミジの花なんですよ。へぇ、花咲きます、モミジ。で、あの根元に種がついてて、これポロッと落ちたら、そこからまた生えてくると、うん、花がつくイメージあんまりないですよね、うんうんうん。あの花言葉は大切な思い出と言います。今日は皆さんに大切な思い出を作って帰ってください。ちなみにこれ、この色のことを青いと言いますね。でもどう見てもブルーではないですよね。これ昔から日本語の不思議なんですけども、これなぜかっていうのはご存知でしょうか。なんで青って言うんでしょう。この前書き込みしながらそのあれ思い出した、うん、そうだね、緑のこと青っていうよね。そうですね、信号、これ、うん、外国人が一番日本語を習うときに、うんうん、陥る謎です、うんうん、なぜかと言いますと、もうすんごい昔まで遡るんですが、平安時代、平安時代って色の種類が少なかったんですよ。もう黒い、黒、白、青、赤、この4色しか日本語には色がなかったんです。その時代なんで、じゃあこの色を何って表現するかといったら、もうその4色の中から一番近いのは青しかないんで、なんで赤いっていう、あ、じゃあ青いっていうふうに言ってたんです。なるほどね。まあだいたい緑色なんて何千年も前から同じ色なんで、うん、そのまま青いもみじ、青もみじっていう風に定着していって、で現代でも青っていう風に。じゃあちょっとここでお写真撮りましょうか。いくらします。後ろにもたれかかってください。はい、ご苦労様、ありがとうございます。ではちょっとそちらの携帯でいきますか、うんうん。じゃあ、ちょっと一台ずつ取っておきますか。はい。よいしょ。あそこに銅像が立ってるんですけども、坂本龍馬ですね。また出ました、龍馬さん。ちょっと見づらいですけどね、だいぶ茂みに隠れて。冬はもっと見えるんですけどね。龍馬さん、足元見ていただくと、ブーツ履いてるんです、この人。日本人で初めてブーツを履いた人と言われてます。もうこの人、日本中を歩いてた人なので、わらじでは持たないんですよ。なので、耐久性の高いブーツはこうなんだっていうふうに言われます。今からは、下っていきますね。風気持ちいいですね、どうも。
はねねの道に入りまーす、うん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 、石畳がとても特徴的な道なんですが、うん、ねねさんっていう、ね、方がね、昔住んでらっしゃいました、うん、豊臣秀吉の奥さんですね、うん、秀吉の奥さんが、まあ、余生を19年間をこの地で過ごしたと言われてますの で、 でそれで、ねねさんの方が来ております。ここからあの京都市が30年前にあの写真もお撮りしましょうか。どんどん並べてのあの集合写真奥に置いておきますね、うんうん、はい、最後お手にする場所で、はい、ここからネミの今からより分かりやすいですが、電柱電線がないです。全部地面に埋まってるんですよ。東京の銀だと話です。石畳、今だと、ね、10万円ぐらいするそうで。そう、高級な石畳。三影石っていうそうです。ナンバーワンが京都の方でしたらご存知かなと思うんですけど、三影石ってありますよね、うん、はい、あの三影という町が、うんうん、あると思うんですが、そこで取れた石なんで三影石と名付けられてます。もしかしたら今日もいるかもしれませんね。舞妓さんが歩いてらっしゃいますね。ネネってすごいんですよ。キリオシ25歳、ネネさん14歳で結婚するんですよ。そういう意味でも消したんですよ。筋が入ってますよね、うん、ただ、やってない部分、ね、首が長く見えるように両方見えるように、親に決められたからって言ったし、私が決めたから、だからお母さんと別にして結婚、神どころもあります。神、お好きでしょうか。全然良かったら聞いてください。ネネの抹茶本当に甘みが抑えられて、まあ、味強いんですよ。これ豊臣家が転んだわけですね。徳川家が左手を振られて、その後に徳川家がスポンサーにしてきて、それを披露するためにこれが作るんです。さっきの段階これが作るんです。そのくらいちょっとネネさん聞いてよかった。さんですけども、うんうん、もうそろそろお別れのお時間が迫ってまいりました。そうです、映画館で宮城ライブさんにお願いします。ではまたまたお写真の準備をお願いします。すみません。ちなみにここ桜並木なんです、うんうんうん、全部桜なんで、うんうん、想像でお楽しみください。
もう1ヶ月ぐらい前がね、ピークでしたね。早朝に来ると、ドラマの撮影なんかもよくしていますね、その辺りは。大体事件起きるの京都ですからなぜかね、多いですね。路地の塔も見えてます。たけちゃん、後ろでもいいよ。あ、はい。最後、ここで、ここにお付けいたしますね。します。ちょっと揺れます。あ、ではここで失礼します。ゆっくり下ろしますね。はい、OK、 ありがとうございました。大きい、ありがとうございます。最後またあの集合写真お撮りしますので、うん、2台並べて、うん、お願いします。前集合写真の方いいでしょうか。私は御所とかでも撮ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後これ集合写真撮りましょう。はい、でマスクよかったらまた外してもらって、最後2台並べてまたお写真撮りますね。参ります。ください。はい、チーズ。ありがとうございます。あ、もう華麗なる一族になってます。いい笑顔。ありがとうございます。オッケー。オッケーです。バッチリ。ありがとうございます。ありがとうございました。お気に。ございました。ありがとうございました。はい。お待ちください。じゃあ、お足元失礼します。お膝元も失礼します。で、シートベルト外していただけますでしょうか。じゃあ足元気をつけて。じゃあ、はい、ちょっとすみませんから、はい、ゆっくりお降りください。久々の事情ですから。お気をつけて、ゆっくりお降りください。ありがとうございます。ありがとうございました。おおきに、あ、ありがとうございました。おおきに、またお越しやす。お渡ししたいものもございますので、うん、ちょっとそこの本当にがすごい綺麗、うん、ありがとうございました。人力車の仲間が出てまして、そう、しかも女性なんですよ、彼女は。そうそう、そうなの。そうなんです。が、あの CM に出てまして、絶対男だと思ってた。そう、あの女の子もやってます。そう、そう、あのキャンペーンということ で、こちらあのステッカーもどうぞ。ございます。春バージョンです。どうぞ。春夏秋揃えたらこの T シャツもらえますんで、よかったら集めてください。さらにさらに、うん、すいません、何枚も30周年バージョンもどうぞ。ありがとうございます。30周年になるのね。 ありがとうございます。30歳になりました。はい、ありがとうございます。